ユミリーヌが教える風玉運気予報。二十四節気でいうと大雪と冬至、いよいよ本格的な冬を迎えます。一年で最も昼が短く、最も夜が長くなります。そして寒い冬を乗り越えるために栄養価が高いかぼちゃを食べましょう。さあ、春に巻いた種が夏で開花し、秋で収穫し、いよいよ本格的な冬を迎えます。このように自然界に季節があるように、人の人生にも季節が存在します。それを運勢や運気と呼びます。春に種をまき、夏に開花し、秋に収穫し、冬に種を作るように、その季節に合わせて人の行動も変わります。しかし自然界の季節と違い、人生の季節は肌で感じることができません。そこで風玉を知るだけで、あなたの人生の季節を示すことができるのです。またあなたの季節が何なのか分かれば、今何をすべきなのか、具体的な行動を示すことができます。ここまで聞くと、あなたが今どの季節なのか知りたくなりますよね。そこで1ヶ月の風玉運気予報をお届けしていきます。風玉を知りたい方は概要欄に LINE 公式アカウントの URL を貼ってますので、そちらに生年月日、性別、生まれた時間を書いてください。私の方で鑑定して、風玉、土玉、守護神、風水の霊獣の守護獣、そして1ヶ月の運気予報をお届けしていきます。では運気指数からお伝えしていきます。風玉二玉の方の今月12月の運気指数は10です。最も良い季節ですね。では今月の季節の前に、今年の運気からお伝えしていきます。風玉二玉の方の2021年、今年の運気は変化の季節です。そして今月12月の運気は実益の季節です。では風玉二玉の方の実益の季節を詳しくお伝えしていきます。これまで努力し取り組んできたことがようやく実り、結果となって生活がスムーズに回り始める時期となります。また人と協調することで周囲が意見を受け入れてくれたり、盛り上げてくれたりと、金銭とは無関係に人の出入りが多く多忙になっていきます。実益の季節では信頼と信用を得ることができ、基本的に成功をつかめる傾向にあります。このように実益の季節では、これまでの努力が形となって戻ってくる時です。とても良い季節ですね。では予報いきましょう。こちら旧暦で表示しておりますので、1日からではなく12月7日から1月4日までが12月の季節になります。そして最も気になるこの12月の実益の季節と重なる8日、18、28、この実益の月と実益の日が重なる日は1年のうちで最も良い日になります。何か奇跡が起こるかもしれませんね。宝くじなど買ってみてはいかがでしょうか。では実益の季節の良い傾向と悪い傾向をお伝えしていきます。良い傾向に行くと物事がうまく運び、評価を得る、そんな時期でしょう。しかし悪い傾向に行くと、期待されると重圧に感じるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、競争に勝ち、努力が実を結ぶ、そんな時でしょう。しかし悪い傾向に行くと、無理な行動で信用と地位を失うので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、高い地位を得られる時期でしょう。しかし悪い傾向に行くと、発展を望みすぎると苦悩するので注意しましょう。このように運気予報をチェックして、毎月の傾向を知ることで、今何をすべきなのか、行動の指針にしていきましょう。さあ皆さん、いかがでしたでしょうか。人生の季節を知ることで、あなたの望むべき未来をどのようにして手に入れるのか、具体的な行動を示すことができます。この風玉運気予報は毎月アップしていきますので、人生の参考にしていただけたら幸いです。そしてこの風玉運気予報は人生の季節で分かることのほんの一部です。さらに詳しく知りたい方は、このような冊子もご用意しております。こちらにはさらに詳しく良い傾向、悪い傾向、そして起こりうる出来事、その対策など具体的に示しています。気になる方は LINE アットでお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントをよろしくお願いします。あなたの守護神がわかるオンライン守護神占い館オープン。あなたがまだ気づいていない才能や能力、その生かし方、そして運勢など詳しくお伝えします。